名を刻んだ男たちが日本一をかけた舞台に臨む。柳田は4歳年下の山田をどう見ているのでしょうか。あんなに若いのにホームランもたくさん打ちますし、まあ、負けてられないなとは思います。ここは自分は山田選手に負けていないと思うところ。そうですね、まあ、野球に関しては本当どこもかなわないと思いますけど、ね、体格ぐらい勝てそうですけど。では山田選手です、よろしくお願いします。トリプルスリーの対決が非常に注目されるんですけども、自分の方が勝ってる部分ない。バッティングとか見てるとやっぱ逆方向にもすごい強い打球飛ばしてますし、はい、まあ、実際僕セカンドで守ってて交流戦の時やっぱすごい怖いなっていうかオーラ出てたんで。柳田選手も同じ質問したら、はい、全部僕は負けてますって言ってました。山田選手は無理ですって言ってました。いや僕も本当全部負けてると思います。そうですか、はい、もうとにかくここまで来たらもう優勝っていうことしか頭にないんで、日本一になってみんなで喜びたいと思ってます。とにかく日本一、はい、お願い入ります気づいてください。これでしょ、はい、こんな T シャツが、これすごいですよね。これレアですよね。レアですよ。